はい、こんにちは。明けましておめでとうございます。年末に毎日投稿を休止するお知らせをしてから、久しぶりの登場となります。今日、共通テストがあったんで、ネットで問題ないかなって見てたら、ね、問題見つかったんで。で、一問、奇数法の面白い問題あるなと思ったんで、問題はこのように書きましたが、これは要約すればこうなるということで、実際の問題はここに書いてある通りで、要するに、三進法、四進法、六進法で、それぞれ、1秒に1ずつ数が増えていくと。で、それらが、三進法、四進法で表されていると。で、下三桁が、で、三桁までしか表示されない時計で、ここが満タンになったら、つまり、三進法だったら、222になったら、四進法だったら、333になったら、次にはまた000に戻ると。要するに4桁目が表示されないっていうだけで、それの繰り返しという設定ですね。で、三進法、四進法ともに下3桁がある数を表したら01になった、その最小の色を求めようということで、何進法だろうと、とにかく奇数法は位取りが大事で、三進法は1の位、何進法だろうと1の位は1の位、3の位、9の位、27の位と。で、4進法だったら1の位、4の位、16の位、64の位と。ですから、下3桁が、問題にある通り、4進法で01になるのは何秒ごとですかと。64秒になったら一旦000に戻っちゃうということなんで、64秒ごとに繰り返されると。なんで、問題文にある、01にと表されるのは、ある数を64で割った余りが、4進法で言う12、12、すなわち6ですか。10進法で言うなら、64で割って6余る数の時に、こうなりますよと。なんで、4進法で下3桁が012になるのは、64x プラス6と。これは、12は4進法で言う12は6なんで。じゃあ同様に3進法で012になるのは27ごと。で、余りが今度は3進法で言う12は3たす2で5ですね。で、これが等しくなるような数の XY を求めましょうと。で、そのうちで最小のものと。もう不定方程式そのものですね。これイコールなんで、1残したいから、こっちに移行しますか。27y-64x が1になるような xy のうちで、最小になるものと。この手の不定方程式って、合同式でやっちゃうと楽なことが多いんで、もう、時間節約だったら、モッド27とか使うと楽ですか。モッド27、当然、これは0。-64x 合同1。で、64っていうのが、モッド27だったら、10と一緒ですか。54引けばいいって。54は0なんで。なんで、-10x 合同1。で、両辺-1倍して、10x 合同-1と。で、モッド27だから、27を次々と足していって、10で割れる数、すなわち、もうすぐにパッと思いつきますね。モッド27。81は0ですよね。なんで 10x 合同80になるような x として、8が x が8だったらもうこれを満たす整数 y も存在しますよと。ですからもうこの問題ではもう8が出ちゃって、もう8だっつって、ここに8入れて、四派32、6は88、足す6で518で、答えが3桁だからもうえいっつって、もう時間短縮で518で、もう次の問題いっちゃって、多分大丈夫でしょうと。ただ、実際にこれが本当に最小なのかどうかは確認しなきゃいけないんで、ちゃんと不定方程式解くならば、64x、27y-64x が1になるような数で、一つまず8が見つかったと。で、518だから、こっちで満たすんだったら、513を27で割ってあればいいんで、ちゃんとこれ9で割れるから大丈夫そうですね。1で27、
243でこれをちゃんと9で割れるから OK そうですね。97613928でちゃんと割り切れるんで19と 27×19 引く押すとこれは引き算すれば 27×19-y-64×8-x が0なんで 19-y と 8-x が64対27じゃなきゃいけないですね。なんで x はこっち持ってきてここだから8-27k で y が19-64k でいいのかな。でもちろん k イコール0の時が今出した8で、で x はプラスの数なんで123入れちゃったらもうマイナスになってダメで、マイナスの数入れたら8よりも大きくなっちゃうんで最小じゃなくなっちゃいますね。なんでまあやっぱりこれで OK でしたということになります。毎日投稿は相変わらずやらないで不定期でまたこうして投稿していけたらと思います。じゃあ今年もよろしくお願いします。ありがとうございました。